凄まじいチャクラだ。あんな術があるなんて話は聞いていない。一体何を。まだそんな奥の手を隠してやがったとはな。気に入れん。なんだその目は。いいか、こいつは今までの形態とは全くの別物だ。これのエネルギーはわしとお前のチャクラを原料として消費しながら作られる。命が尽きるその時までな。貴様、無駄な動きはできるだけ控えろ。余計な邪念も取っ払うことだ。それがこのバリオンモードで1分1秒でも長く稼働し続けるためのコツだと思え。なめるな、加藤氏だ。信じられん、やつと互角。いや、むしろ凌駕している。あの高速の杭を、シャリンガンでも捉えるのがやっとの速さだぞ。いつの間にあれほどの力を。来いよ、大筒木、本気の覚悟ってば見せてやる。サスケさん、あれは今までのあいつとは桁違いの力だ。父ちゃん、
思った以上に消耗が激しい。その急激な能力の強化はまさに命を削る捨て身の大博打だったわけか。残念だが、お前の賭けは失敗だったようだな、渦巻きナルト。なんだ、何が起きた。吐血だと、バカな。貴様、何をしやがった。なんてことだ、まさか。どっちが先にくたばるか、こっからだぜ、本当の賭けはよ。この力は強力だ。まず間違いなく奴を凌駕するだろう。ただデメリットが大きすぎる。だがな、命を削る、そのデメリットこそが重要なんだ。チャクラってのはつながってるからな。わしらの命を削って生まれるこの力は、それに触れる奴の命をも同様に削り取る。なんてことだ、くそ。間違いない、俺の残りの寿命が急激に減っている。まだ20時間以上残っていたはず、それがいつの間にか30分を切っている。こいつの攻撃、威力は問題ではない。これを食らうことそのものがまずい。ドキーカー投資が今更手遅れだぜ。ざまあ見ろ。黙れ虫けら。このチョクラ。やはり最後に勝つのはこの大筒木一式だ。貴様ら下等種なんぞでは断じてない。